うっ、これは、おしよ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 し。天は我にあり、行くぞ。ひげ親父、お前たちの力がかかってるんだよ。お前たちが頑張ってくれないと。大丈夫、固定闘争部署だ。ダイエット特を、意識してよ。頼むぞ。各方面より北西の街道を目指せ。多分ね、何時までだろうね。わかんないっす。今日は全然眠くないんですよね。昼間めちゃめちゃ寝てたんですよね。心してかかるのじゃ。あ、こんばんは。サジもさ、なかなかね、いや、サジも結構強いって言われてるんだけど、意外とね、シュラと戦うとね、なかなかきつい。サジもチャージが遅いからね、割り込みされるんですよね。よし、キシメント負けるぞ。え、難しいステージ。五条原の炎章と董卓とガッピの義軍かガッピの五軍か医療の職軍か、そのどれかだけど、まあ、ガッピの義軍かな今のところ、まあ、とりあえずあれですね、1位2位はもう絶対変わらないですね。董卓炎章は変わらないです。本当に難しい。なんかさ、両党やばいね。そう、当主はね、いや、行けても当主やられるけど、本当になかなかやるようですね。いや、受け身しねえな、本当。受け身じゃねえや。敵はきっと取ってみせる。いや、当たんねえ。ステルス化やめてもらっていいですか、本当に。いや、生還全然楽じゃないですよ。全部将棋派の全員生還の方が全然簡単っす。はっきり言って。もうこっちの方が全然難しいっすよ。やばいっすよ。ほんとに。こっちの方が全然嫌いだけどな。中央の士気上がるし。もうやりたくないもんな。いや、こっちの方がダントツでむずいっすよ。これクリアしたことないですもんね。孫権配下でできたことない、これ。ああ、剣女が寝ますか。まあ、もう寝る時間だよね、本当に。
到着するまで耐えよ。いね、女性いね。あ、突っ込んでる。任せろ。いやー、消去意外と足遅いか。そんなことないと思うけどな。まずい、抑えきれんか。敵じゃ、撃ち取っちゃった。やばい、葉っぱ伝承の出番だ。ふざけんなよマジで。我らも遅れを取るな。伝え届く、俺に馬ちょうだい。ダメだ。敵全武将じゃなかったら全然余裕、余裕ではないけど、こんなに時間かからないです。抑えきれん。お祈りだわ、中央お祈りだわ。馬借りよ。ジョコを倒せるかな。いや多分耐えねえなこれ。攻守耐えるかな。え、関東こっち行くってやばいな。いや怖いな、関東そっち頼むわ。総将の方がやべえんだけどな。ナイスだね。この状況いかにすべきか。
かん頑張ってるね、これ。我らも遅れを取るな。士気を下げよう、こっから。いや、士気7って高すぎるよ。曹操の士気って7なんだね、やばいね。曹操の士気下がんねえかな。ここは倒しても意味ないな。聞きしに勝る申し送りだな。いた。いやマジで曹操の士気下がらんすぎ。ひどいっすね。マジおっかないもんな。だってあれ右上もあれ曹操の兵じゃない。行くしかないか曹操。行くしかないよな。逃げてるもん大都督、やばいもん。女性も絶対やばい。あれって普通にやべえんだよな本当に。士官が頑張ってくれるしかない。うわよかった、言っといてよかった。いやマジでふざけんなこいつ。余計なことするな修繕。ガード硬すぎだろ。怖すぎんマジで。めっちゃ中断したい。我らも遅れを取るな。めっちゃ中断したい。曹操の士気よな。
これだってあれですよね、調理を奇襲してきたら操作の士気上がりますもんね。各方面より、いや負ける要素あるよ、まずこっから始まるから。え、これって聴力来るかな。2上がるんでしょ、やばいよな普通に考えて。2上がるってエグくない。これ放置して曹操の士気下げてもらうかな。だって今からだってやったって曹操の士気7になるわけでしょ、絶対死ぬんだよね味方。下がった、下がらんね。マジ誰か下げてくんねえかな、上から行ってみようかな。いやマジ怖えな。下が、あ、いや全然下がんないですね。戻ってきてやられてたらね、やばい。やられてないですよね、やられてないよね、さすがにやられんと思うからさ。いやー怖いマジで。すげえ中断したいもんだって、マジで中断したい。報酬が虫の息になってたりする可能性もあるしな。テイフの士気下がったね。闘州ってまだ回復の余力あるかな。ナイス、とりあえず曹操の画面内にいないようにして、ここで士気をもうめっちゃ下げたい。もう1ぐらいにしたいんだよな。あ、1ぐらいまではする必要ないのかな、どうなんだろう。調理を奇襲したらこれ士気上がるだけ、5軍の士気下がったりするかな、したらまずいしな。いや絶対士気ゼロまで行った方がいいっすね。
ありがとうございます。助かります。僧侶を倒せば士気上がるのか。その情報はすごい助かる。でも 0.5 下がるのか。っていうことはもっと士気を下げた方が無難ですね。つなげん。僧侶は全然来ないですよ。まだ孫権を飛翔させてないから。はお前ふざけんな、減らすな減らすなお前。もう行ってもいいかな。投手怖い。これ多分勝手に下がるわ、俺向かってる最中に。なんかマジ周囲の兵力めっちゃ少なくない？あ、いるのか。いやー下がらんね、式。中断してここまで来たら本当に中断したいけどな。そう、援軍を倒さないといけない。あ、関東ってこっち行くんだ。川か。いやマジで怖いんだけど。来た。孫権はどこだ。どうした。長領です。長領が来ました。さすが長領、一息に肉を叩きのめせ。まだ1でしょ、とりあえず1でしょ、士気上がんの。怖え。とりあえず第一関門突破で、これで士気上がるんでしょ。私たちも頑張りましょう。我が軍は
これより反撃に移る。先陣を切れ。はい。逆賊曹操を討ち果たすのだ。上がった上がった上がった。いやー怖え。ロックでかいでかいでかい。でも孫権なんかゴールしそうだよね。これゴールしちゃうんじゃね。前どうだったっけ、止まってたような気がするんだけどな。なんか動くときは動くんだよな。あ、大丈夫かな。曹操はどうしようかね。俺曹操は別に悩ましいとこだな。別に倒さなくてもいいかもしれんけど。来た。ただいま援軍が到着いたしました。うん、来たが、勝負はまだこれからだ。敵の防衛線を突破しろ。おほほ、孫権の声なんだけど。孫権じゃない、孫策の声だ。ほんとバグで散らかしてね。あ、孫権止まってますね。止まってんなら OK。 いやー怖えな。反省いないって。いや、いるいる。びっくりしたびっくりした。そう、反省、いや、あのね、反省ロシックの配下。焦った。今焦んないよ、言わないで。びっくりした今。すげえ焦ったんだけど今。よかった。いや、そう、集体はあれなんだよ。兵法だから。めちゃめちゃ焦った、今。待って、俺、ガクシン倒したらすげえ中断したいんだけど。嫌なんだけど。純優がいるのか。純優ちょっと任したいな。純優の撃破は任したいところだ。ナイス。私も暴れるぜ。
え、ごめん、これすげえ中断したいんだけど。生還とかじゃなくてさ。いやいや、だってさ、孫権動かさないといけないんだよね。あ、でも、イベント見たらいいんだよな。怖すぎ。ジャンプ攻撃で、いや、これ孫権きつくない？孫権のこれ脱出イベントどうやって出すの？結構きついよね、この感じだと。動かねえ、孫権動かねえ。そうそう、倒しエンドでいこうか。したら、動かないですね。そうそう、倒して終わりにしましょう。無理ですね。そうなんだよ、これ多分動かないですね、今回の場合。まあとりあえず全員生還できましたと。まあ今回こっちにしよう。そうそう、倒したエンドでいこう。いやー、いけたぞ。我が野望がバカだ。いや、まあまあこれはいいよ、もうこれでいいよ。まあ一応あれだもんな、だって全員生還じゃなく太子寺覗いたか、太子寺覗いた全部衝撃波だよね。いやー、むずいわ。ありがとうございます。俺、んー、いや、まあ孫権の脱出エンドはきついよね、なかなか。ありがとうございます。ガスパチありがとうございます。いや、ほんと長丁場だったね。マジゆっくり考えてたもんね。いや、しかも中断もしてないからよかった。いやー、きついわー、ここは。あー、スパシャありがとうございます。なんとか挫折して頑張って這い上がったよ。